皆さんこんこにちは本日の米国株マーケットコンパスですけども米国株と自社株買い大規模自社株買いが次の契約と題しましてご説明の方ですねしていきたいと思いますそれでは早速参りましょう本日は3つのですねテーマがございまして1つ目が米株のマーケット状況そして2つ目がですね自社株買いについてそして3つ目がですね まあ参考銘柄ということで5つほどご紹介していいいきたいと思います、まあ、今回ですねこの自社株買いあの取り上げてるんですけどもえ今年のアメリカ株を見る上で今後この自社株買いっていうのがですねこのキーポイントの一つになるのではないかという見方が今出てきております。まあ、実際えまあアップルだとかえアルファベットこういったいわゆる主力の銘柄がですね非常にあの大規模なこう自社株買いのこのお計画の発表をしておりまして。 マーケットでも今、注目が高まりつつあるといったような状況になっております。ではまず最初ですね、マーケットの環境ということで、こちら2022年からの、2022年の末からのですね、アメリカの主要株価算指数の動きになります。で、まあ、見ていただきますと、まあ所々、ところどころ調整している局面もございました。 まあこれはあの利上げ観測がですね、まあ、後退したというようなことで、まあ、売られる局面もあったんですけども、まあ、足元の、えー、企業の今朝発表こちらがまあ市場予想を上回るものがまあ目立っただとかあるいは、えー、労働市場こちらにおきまして時給のですね、まあ、緩和こちらの方がまあ確認できたというようなこともあのございまして、まあ、再びアメリカの小株価算指数はですね 市場最高値をですねまたこうトライするようなこう動きになってきているというような形になっておりまして、まあ、足元の米国株総じ、まあ、てですね非常にまあ堅調な動きっていうのがですね、まあ、確認できているのかなといった印象がございます。で個別のですね銘柄の方から見てもですね同じようなことが言えましてまずあの左側の方ですねこちらの S&P 学指数と あと、えー、52週高値を取った比率および、えー、52週安値を取った比率こちらがあの左側のグラフになっております、まあ、一時期こう52週高値をです、ね、取る銘柄の割合というのが結構減ってきたんですけども足元でまたちょっとこう回復のですね動きを見せております一方で右側の方がですね 3DP 画角指数とおよび、えー、と200日線株価が200日線よりも上にある銘柄の、えー、比率 こちらをまあ取ったものでございますけれども、まあ、今足元だとまあ8割近いところまで来ておりまして、えー、まあ全体的にです、ね、個別の銘柄から見てもまあアメリカ株の堅調、ね、さというのがまあ確認できるんじゃないかなというふうに考えております <music> そしてこちらがセクターごとのです、ねまあ、動きになります。左側があの昨年1年間 そしてこ、えー、と右側がですね、えー、これは5月10日までのですね、えー、セクターごとの動きになっておりまして、まあ、あの右側の方です、ねえー、まあ今年今見ていただきますと11名業種あるんですけども代表的な業種がそのうちですね、えー、1つの業種は、まあ、あまあ年収はマイナスなんですけどもそれ以外の業種が全部こうプラスなんですねこれ去年のパターンでいうとですね3つマイナスで、まあ、残りがまあプラスだったので、まあ、そういう意味で言いますと、まあ、セクターのですね こう買われ、物色の広がり感っていうのが、まあ結構出てきているのかなといった印象がございます。例えばこうハイテクの関連のだけが買われてるだとか、そういったことではなくて、まあ幅広い銘柄にこう買いの物色がですね。こう入ってきてるといった感じになっておりまして。まあ具体的に言います。とまあ昨年も強かったですね。コミュニケーションま筆頭に公益だとか。 あるいはエネルギー、情報技術、まあ、金融とかですね、まあ、おしなべて、えー、幅広い銘柄にですね、こうまあ、業種にですね、こう物色がこう向かっているといった形になっておりまして、これは非常にあの米株を見る上でですね、非常にあの大事なポイントで、足元、アメリカ株の強さをですね、まあ、物語っているんじゃないかなというふうに考えております。 そしてこちらがですね投資家心理などあるいは金融環境ですね、まあ、見たものになっておりまして、えっと、黄色がのビ i g ス指数になっておりましてブルーがですねアメリカ今ビッ g ス指数ですね非常にあのこう低水準でまあ推移してきておりますので、まあ、投資家のこの不安心理っていうのがですね非常にあの小さいというのがあります。 でブルーの,あの米国金融状況指数、これはあの上に行けば正の値を取れば取るほどですね、えー、まあ金融緩和の状況というような形で見るんですけども、まあ、これ見ていただきます今、プラスの状況になっておりますので、まあ、フェーバーなです、ねまあ、領域にあるんじゃないかなと思われますし、のでまあ、投資家心理、あるいは金融環境をいずれの面においてもですね、まあ、株にはまあフェーバーな状況にあるんじゃないかなというふうに考えられます。 そしてこちらがですねアメリカの S&P500 指数および S&P500 の均等荷重指数をですねそれぞれ、まあ、結構長い期間のチャートをですねお示ししてございます。で S&P500 指数というのは、まあ、時価総額荷重平均になりますのでベートの大きい例えばマイクロソフトとかアップルだとかですね まあそういった大きな銘柄の影響をですねまあ受けやすいんですけどもブルーのこの均等過剰指数というのは全銘柄均等になっておりますのでまあよりこう市場のですねまあバロメーターとして注目されやすいといった特徴がございます。これまあ見ていただきますすとブルーの方ですね こちらも今、史上最高値近くに入ってきておりますので、まあ、こういったところ何が言えるかと言いますと、まあ、あいわゆるそのマグニフィセントセブンに代表されるような一部のこう主力の株だけが買われているというよりもむしろまあいろんな銘柄がですね買われているこれはあの何ページか前で申し上げたことセクターのところにも同じようなことを言ったと思いますけども、まあ、こういった S&P 学指数均等化剰指数の状況から見ますとですね この幅の広がり買われている銘柄の広がり感というのがやっぱり出てきているのかなといった印象がございますこれは非常にあの、まあ、大事なんです、ねまあ、ポイントではないかなというふうに考えております、えー、そしてですね、えー、こちらあの何かといいますと、まあ、これまで、まあ、年初来ですね、えー、半導体の株がやはりこのアメリカのです、ねえー、株価をですね、まあ、経営してきているんですけどもこれはあの上にある白いラインがですね これはあの足指数になっておりまして、これ過去1年間のグラフになっております。でご注目いただきたいのはこの丸1とか丸2って書いてあるところですね。この丸1っていうのが去年、えー、な、えー、と秋ぐらいですね。えー、結構こう足指数がだいたいこう高値のピークから安値まで17%程度のですね下落をしました局面になります。 でこ,のこの右側の方の二と書いてあるところですねこれ今年の3月から4月ぐらいなんですけどもこれがですね大体あの17%ぐらいあの下落してきておりますので、まあ、この昨年のですね大幅調整した局面と今回のこの二約17%程度まあ下げたわけなんですけども、まあ、ほぼ同じような局面まであの下げてそこからまあ反発に向かってきておりますので。 えーまあ、4月の下旬ぐらいまで続いた半導体株のですね、まあ、調整局面というのが、まあ、一旦こう終了をですね、まあ、したのではないかなというふうに考えております。あとは、このいわゆるこの期間ですね期間をこ,うこなしながらまたこう高値をです、ね、こうトライするようなこう動きにこう転じていくのではないかなというふうに考えております。そしてこちらでですね、えー、サンドピーク昨年年と今年で どういった要因が株価を押し上げているのかというのをですね見たグラフになります。左側の方が昨年の2023年で、右側が今年の5月10日までのデータになっておりますけれども、まあ去年はですね、PR がアメリカの株をですね、まあ大きく押し上げたんですけれども、まあ今年5月10日までのグラフでいきますとですね、右側の方ですけれども、EPS の上昇 ね、PR の上昇がまあほぼ同じぐらいになってきておりますので、まあ、非常にあのバランスは取れててまあいいんですけども、まあ、より今後アメリカの株がです、ね、また一段高するにはです、ねえー、去年まあ PR か,かなりこう頑張ってくれましたのでこの PR がまたがんがん上がっていくというよりはむしろ、ね、EPS の拡大を通じて企業業績の拡大を通じた米株の上昇と。 いうようなところはですね今後こうのフェーズにです、ね、こう向かっていくのではないかなと思われますので非常にやっぱりこの企業の業績 EPS の拡大というのがまたますますですねこう重要になっていくのではないかなというふうに考えられます。 ファクターごとのリターンをですね、まあ見たものになっておりまして、どういったファクターが、えー、まあ,あ効果的になっているのかというのをですね、まあ見たものになっておりますけれども、まあこちらをまあ見ていただきますと、例えばのモメンタムだとか、えー、時価総額こういったところがですね、ファクターリターンが高い形になっております。まあすなわちこうモメンタムのある株だとか時価総額の大きい銘柄のパフォーマンスがいいいいですというな意味になります。 あと例えば今年あの紫のですねこうバリューがまあ,あんまり良くなかったんですけども足元で少しずつでありますけどもちょっとこう改善のですね、まあ、兆しもまあ見られてきておりますので今後バリュー株がこう復活をですね遂げるかどうかっていうのもですね、まあ、一つ大きな注目点になっていくんじゃないかなというふうに考えられます。 そしてこちらが先ほどもちょっと申し上げましたけどもアメリカの、えー、企業業績 EPS につきまして、えー、見通しも含めてですねグラフの方でお示ししてございますで、えー、今24年の第1クォーターの決算がまあ,あほぼまあ終盤に近づいてきてるんですけども EPS で大体7%の増益見通しになっておりますこれは当初の予想よりもですねだいぶこう上がってきておりますのでまあサプライズがポジティブサプライズということで7%ぐらいに今なってきます 今後25年の少なくとも25年の第2クォーターぐらいまではですね四半期ベースで a p s の上昇拡大というのがです、ねまあ、続く見通しになっておりまして特に今年の第4クォーターにつきましては10%以上のですねいわゆるこの2桁の増益これが今のところ見込まれております。そしてこちらが学指数全体とですね あと、えー、半導体に分けた時のそれぞれの EPS の成長率になっておりまして赤が S&P 学指数全体黄色がの半導体関連なんですけども、まあ、見ていただくとお分かりいただけるとおりですねやはりこの半導体の、えー、高い成長これがやはりこのまあ際立っているということがまあ,あ見られますので引き続きこの半導体の株というのはですね アメリカの主役のです、ね、やっぱりこう銘柄の一つになっていくのではないか引き続きになななっていいいくのではかとう考えられますそしてこちらがあの引き続きお企業業績に関するデータになりますけどもポジティブサプライズ比率のデータになります。これは EPS の,、e のですね、実績が市場予想を上回った比率をお示ししてございまして高くいけばいくほどポジティブサプライズがまあ高いという。 形になってておりまして、まあ、今足元ですと大体8割ぐらいがポジティブサプライズになっておるんですけどもこれ過去の長い期間で見てもですねこの8割というのは結構高い水準になっております。すなわちこういったところが何が言えるかと言いますと、まあ、アナリストが企業のですね業績を今後情報修正してくる可能性というのがですね、まあ、示唆されるんじゃないかなと思われますので。まあ こういった面からもですね、まあ株のまあフェーバーな動きにまあつながっていくんじゃないかというふうに考えられます。えそしてここからですね、少しちょっとこのあのまり的な動きをですね、えちょっとご紹介していきたいと思います。こちらあの S&P 五百指数のですね、まあデータなんですけれども、えっと千九百八十年以降で一月から三月、う三ヶ月間がいずれもあのプラスで。 で4月は逆にこうマイナスであるというような時のその時年のですね実はこれあの、えー、今年がまあそれに該当するのでこういったデータをちょっとお作りしてるんですけども、まあ、過去今年以外で言いますと過去4回ありましたがその年年間通じてもです、ね、株はありました。まあ、それは顕著なんですね パフォーマンスだったんですけれども、まあこういったところから見ますと今年まあ5月10日までのデータにはなりますが、まあ同じような状況になってきておりますので、まあ過去のこの株高のですね、いわゆるこの景気触、まあノマリっていうのがまあ今後やはりこう意識されてくるのではないかなというふうに考えております。そしてえまあ今年の一大イベント、まあ大統領選挙になりますけれども、こちらが2000年以降のですね。 え大統領選挙があった時の1年間の S&P 額指数のですねパフォーマンスをお示ししてございますまあ6回あったんですけどもそのうちえと4回はですね年間のプラパフォーマンススがまあプラスだったという形になります、まあ、例えばマイナスだった時はあのー、まあ金融危機とかですね、まあ、ありましたので、まあ、そういったのをまあ除くとやっぱりこう大統領選挙の時株がこう上がりやすいといったようなアノマリーもございます。 でまあ、今年もですね、まあ、イメージ、まあ、あの今半分ぐらいまでまあ来ておるわけでございますけどもイメージといたしましては夏ぐらいまではですね、まあ、アメリカの株、堅、ま、調、あ、なあところをまあ維持してですね今年のまあ高値をですね、まあ、取ってくるのではないかと、まあ、夏ごろに取ってくるのではないかとでその後は、えー、これまは過去のパターンなんかもそうなんですけども、まあ、やはりこう大統領選挙で いいろいろこう不透明感なんかも出てまいりますので夏が終わってからはですねちょっとこうアメリカの株がこう調整するような時期少しちょっとこう大統領選挙が出てくるまではですねちょっとこう調整の調整色をですねこう強めるような動きになっていくんじゃないかというふうに考えておりますえそしてここからちょっとまたデータがですねこのマクロの経済指標の方に移ってまいりますけどもこちらがですね えー、アメリカの平均時給、まあ雇用関係のデータですね。平均時給とあと CPI の中で、えー、スーパーコア、これあの住宅を除いたあのところですね。なります。ブルーがスーパーコアで黄色がですね平均時給になります。で黄色の平均時給が今こうどん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 低下してきておりますので、まあ,あ労働時給がですねこう緩和にこう向かっているとこれはあのフェーバーな動きになります。一方でスーパーコア こう住宅を除いたところですね、このブルーのところがこうじわじわとちょっとこうまたこう反発のです、ね、こう兆しをです、ねこうまあ、強めるような動きが見られますので今後の CPI におきましてこのところのデータがこうどんなふうにです、ね、こうなるのかどうかっていうのが、ね、非常にあの大事なところにはなっていくかなというふうに考えられます。 そそしてそのまあ雇用のですねところで今こう見逃せないこう重要な点としてですねこの移民のところが、ね、今注目を集めつつあるんですけどもこちらにございますのが、えー、移民、まあ、すなわちこう海外生まれの労働力ともともとアメリカで生まれのですね労働力をまあそれぞれ比較したものになります。 でブルーの海外生まれで黄色がアメリカ生まれなんですけどもやはりこう見ていただきますとですねじわじわとこう海外生まれの人の労働力が高まっております。まあ、すなわちやっぱりこの移民のですねこう動向が非常にこの労働力に影響を及ぼしていると。 ようよなことが従いま,、まあ、ましてこの雇用統計を見る上でこの移民の影響というのはですね今こう無,視無視できないような状況になってきております。まあ従いましてこのやはりこの大統領選挙でこうど,うなどっちが勝つかによってですねこの雇用統計のこのバランスというのもですねちょっとまたこう変化が出てくる可能性というのもあ,のあるかと思われますのでこの移民の雇用に与える影響というのはですね、まあ、引き続きこうウォッチしていく必要があるんじゃないかなというふうに考えております。 そして、これはあちらがですね、まあ、大統領選挙の、まあ、足元のですね、まあ、バイデンさんとトランプさん、どっちがこう勝ちそうかというようなまあグラフになります。まだ今,今、正直こう、ほぼ拮抗に近いんですけども、まあ、あえて言えばこうバイデンさんがですね、まあ、有利というような形になっていくかと思われます。まあ、トランプさんになってまいりますと、対、まあ、中強固とか、 米国第一主義政策とかですねこうマーケットにどちらかといいますとこうネガティブなですねこうイメージを想定されやすいようなところが出てくるかと思われますので、まあ、引き続き、まあ、バイデンさんとトランプさんどっちがこう人気があるのかどうかといったようなデータもですね、まあ、今後まあマーケットに影響を与えてくる可能性というのもですね、まあ、十二分にあるんじゃないかなというふうに考えられます。 えそしてこちらがあの今著名なですね大手の金融機関のストラテジストが予想定しております今年年末時点におけますえサンドペイグアクシスのですね目標値になっておりますまあ、結構低めに見てるところもあればですねまあ、結構強気に見ているところもあるわけでございますけどもまあ、今どの水準から言うとですねこう強気のストラテジストにこうブがあるんじゃないかなとみううに考えられる。 えっと、そしてこちらがですね、えー、2つ目のテーマ自社株買いの方に移ってまいりたいと思います。こちらがの少しちょっとこう長めの、えっと、データになりますけども、えー、アメリカのの自社株買いのですすね、えっと、データになりますで、まあ、基本的にこれはあの、まあ、上増,増加傾向にあるんですけども、まあ、足元ではこう底入れからちょっとこう改善のですねこう動きを今見せてきているというような形になっておりまして、えーまあ、冒頭で申し上げた通りですね やはりこのアメリカ株の、こう、倹約の一つとして、自社株買いというのはですね。ええー、今、注目されつつ、ございます。で、実際に、こう、今年に入ってですね。まあ、いくつか、大規模な自社株買いの計画を発表している銘柄というのがあるんですけれども。こちらに、あの、今表示してあるのがですね。まあ、アップル。 アアルファベットメタアドビーですね、まあ、主力の、まあ、ハイテクの企業になっておるんですけどもここがまあ結構大きな自社株買いの計画を発表しておりますけども特にアップルこれ1100億ドルですね、まあ、非常にあの大規模これあのアメリカ市場でもですね最大規模の自社株買いなんですけども、まあ、日本の企業と比べましてもですねこう桁違いの自社株買いの,この大きさが今出てきております。 やはりこういった大規模な自社株買いがですね、株を今後やはりこうサポートしていく可能性というのもですね、ここ十分出てくるかと思われますので引き続きこういった自社株買いの発表がですね、今後増えていくのかどうかこういったところもですね、非常にあのポイントとしてはですね、大事になっていくんじゃないかなという,ふうに考えられますそれでもあのいくつかですね、この自社株買いにスポットを当てまして、えー、参考銘柄ということで。 5つご紹介したいいと思います、まあ、基本的には1枚前のページに出ているですね、まあ、銘柄なんですけども、えっと、まずは1つ目ですねアップルですねこの1業績分も,もですね、えーまあ、強弱感はあるんですけども、まあ、注目点といたしましては、まあ、サービスですね。 サービスの売上が13月期にこう過去最高だったということで、まあ、サービスに関しましてはいわゆるこの製品のところに比べてもですね収益性が高いといったまあメリットもございますのでこのサービスが上がっていくことがですね非常にあの、まあ、企業のこう収益性を高める面でもですね、まあ、ポジティブな点と考えることができるんじゃないかと思います。 これはの売上高全体になりますけれども会社側としてはですね、まあ、増収の方をです、ねまあ、見込んでいるという形になります。で2つ目ですね、ポイントでいたしまして、えーまあ、冒頭申し上げたとおり5月にですね、アメリカの市場最大規模となります最大1,100億ドルのですね、自社株買いの計画をまあ発表しているという形になります。 ちょっとこちらの方にはあのー、表記しておりませんけども、えー、足元でですねちょっと出ているニュースといたしましては、うん、iPhone にですねチャット g p t を搭載することについて、まあ、合意が近いのではないかといったような、まあ、ニュースも出てきておりますのでアップルはですね他のマグニフィセント7と比べるとですねちょっとこう AI に関するです、ね、ニュースがまあ あの少なかったんですけどもここにきましてこのチャット GPT が iPhone に搭載される可能性まあいわゆるこう観測ですねこういうのが出てまいりましたのでこういった意味で言いますとまあ株価のですね今年の年初来結構大きくアップル下げてしまったんですけども足元でかなり今急速に戻してきておりますのでそういったチャット GPT の話がですね仮に現実となりますと またこの年収のパフォーマンス今マイナスではございますが一気にこうプラス圏にですね転んでくる可能性っていうのもですねまあ十二分にあるんじゃないかなというふうに考えられます、まあ、そういった意味であのまた AI 関連としてマーケットが注目されする可能性っていうのもですね今後まあ出てくるのかもしれませんそして二つ目ですねアルファベットこれまあの自社株買いですねこ最大700億ドルということ非常にこれも大きな 計画を発表したんですけどもそれに加えまして配当もですね初めて発表いたしました株主還元に非常にこう前向きになってきたというようなことが言えます業績面も非常に今堅調でございまして13月期視力の検索はもとよりですね YouTube あとクラウドこれもいずれもですね堅調でございます で株価の方ですね、非常に今こう高値をずっとこう取ってきているんですけども。業績面もいいですし、まあ A. I. 関連でもありますし、株の主還元も積極的になってきたということで。まあ引き続きですね、注目できる銘柄ではないかなというふうに考えております。そして三つ目ですね、えっとメタ。こちらあの決算の時ちょっとこう売られてしまったんですけども、こちらの設備投資の増額の計画も発表したので。えー、売られたんですが。 徐々にまたこう改善の兆しをですね、こう見せております。まあ業績面は非常に実は良かったんですけども、売上高ですね、売上高の成長率こちらの今改善度合いっていうのがですね、まあ続いてきておりますので引き続きあまあこれはあの前のページのアルファベットもそうなんですけども、やはりこの広告が今やっぱ堅調なんですよね。まあアメリカの経営業景況感がいいので企業の広告のニーズっていうのがですね、まあ強いんじゃないか。 あとは、あのメタに関しましては、中国の会社からのですね。広告出稿のニーズをですね。まあうまく捉えているというようなことも、まあ1つポイントとして挙げられるかと思われます。でまあ、メタに関しましては、今年の2月にですね。こちらも500億ドルの自社株買いプラスえ、これもアルファベットと同じですね。初の配当ですね。まあ、自社株,株の主還元ですね。こちらもまあ前向きになってきているという形になります。 で、株価のですね、チャート、まあ、冒頭申し上げた通り、設備投資の増額を発表して、決算の時に、まあ、売られたんですが。えー、まあ、前回のところの窓を、あの、埋めずにですね、また、こう、反発基調に出てきておりますので。株価的にですね、ちょっと、こう、また、上値を捉えするような動き、い、っていうのがですね。まあ、期待されるんじゃないか、というふうに考えられます。そして、四つ目ですね、え、アドビ、い、になります。こちら、あの、ソフトウェアですね、まあ、注目できる。 まあ銘柄の一つなんですけれども、まあ、こちらは生成 AI 関連としてですね、まあ、注目できるかと思われますが、まあ、生成 AI でですねビジュアルを生成いたします AdobeFirefly ですねこちらの方をですね、まあ、手掛けておりまして生成 AI 関連としてですね、まあ、マーケットからまあ注目されております。でこちらは、えっと、今年のえっと3月にですね 最大250億ドルのまあ自社株買いのですね計画をまあ発表しております。株価の方はまあね、それちょっとこう弱いような動きもまあ見せておりますけれども、足元で少しちょっとこう改善の兆しなんかも出てきておりますので、まああのこうちょっとこう今までの銘柄は結構まあ強い銘柄、特にあのアルファベットとかメタは結構強い銘柄が多いんですけれども、えー、まあどちょっとこう押し目買いの銘柄で、えー、AI 関連で。 および自社株買いのところっていうことになってまいりますと、まあこのアドビっていうのがですね、まあ一つこう該当するような銘柄にはなってくるんじゃないかというふうに考えられます。そして最後ですね、えっとセールスフォースになります。こちらはあの C R M 顧客管理システムですね。まあ、営業支援なんかでよく使われるんですけども、まあ、今11年連続で世界シェアナンバーワンということで、C R M の分野におきましてはこのセールスフォースがですね、非常にあの強い ところをまあ見せております。あとあの対話型のですね AI アシスタントをですねまあ提供もしておりますのでこれもまあ AI 関連ということでまあ言えるんじゃないかと思われます。でこちらはあの2月にですね100億ドルですねまあ今までの銘柄に比べますとちょっとまあ低いんですけどもそれでもあの例えばまあ日本の企業と比べるとですね非常にまあでかいんですけどもまあ100億ドルのですねまあ自社株買いこちらの方ですね発表しております。 こちらもですね、えっと株価、まあどちらかと言いますと高値圏で推移してきておりますけども、まあクラウド関連のですね、C.R.M. ああのクラウド関連のまあ銘柄といたしまして注目できるんじゃないかというふうに考えております。それではあの以上をもちまして今回の米国株マーケットコンパス以上をもちまして終わりにさせていただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。